本日の議題はデートスポットといえばどこ、デートスポットとしてふさわしい場所をそれぞれ報告せよ。まずはバラン。高級温泉旅館。理由はソアラが行ってみたいと言っていた。お前女と行く予定なんだろ。一斉かぶるな。次ヒュンケ。俺はやっぱりビーチだ。夏が待ち遠しい。だから常に裸なのか。下の頃が見え見えなんだよ。変態だ。今回は完全に落としに来てる。次、逃げワニ。俺はアウトドア派だから海へ釣りをし、現地でワニの被害が多いのはお前の仕業だな。俺は釣りを願いで歌ってたもんな。次、フレイザー。俺は家でまったりゲームをしていたい。おいおい、いつもやってるだろ。連れてくるときは前もって連絡よこせ。ごちそうを用意し。いきなりごちそうって引くよな。で、またたびだよ。猫の恩返しか。あったな、またたびゼリー。いや、はい、お前かい。次、ゲートボールの球。なんだ、腰は。スティックに打たれたみたいな顔しやがって。なんだよ、その例え。ゲニット。頭でも突っ込んでろ。あー、ナムちゃん。最後にミストバー。ミスト、映画館。なんでめっちゃ寝れる。ミスト、映画館は映画を見るところ。寝るところじゃないよ。あちなみに、肌くんは。アンパンマン、ミュージック。